日本とクック諸島の関係では、日本とクック諸島の関係について外説する。なお、クック諸島は、ニュージーランドとの自由連合形態をとり、同国の外交と防衛の最終責任は、ニュージーランドが負っている。そのため、クック諸島を自治地域とみなし、国家承認していない国も少なくないが、日本は国家承認の後独立国として、 クック諸島との外交関係を有している。クック諸島は1901年、英国から独立したニュージーランドの俗領となる。その後、第二次世界大戦終結直後の1946年には、クック諸島に立法評議会が設立されるなど、実地の動きが始まり、1964年には、クック諸島憲法が承認、可決される。翌1965年には、 内政自治権を獲得し、ニュージーランドとの自由連合に移行。外交及び軍事の最終責任を除いた自治権を持ち、行政権と立法権を有する国家となった。1973年にはニュージーランドとの共同宣言で、独自に諸外国と外交関係を結ぶ権利が認められた。ただし日本はすぐにはクック諸島を承認せず、 ニュージーランド政府を介した交流を継続した。2011年3月25日、日本はクック諸島を国家として承認。同年6月のクック諸島首相夫妻の来日を機に外交関係樹立に関する署名式が開かれ、二国間外交関係が開設された。2021年に両国は日、クック諸島外交関係樹立10周年を迎えた。 それに伴い、記念事業や記念ロゴデザインの募集が2020年に実施された。国家承認及び外交関係充立は2011年であるが、それ以前にも、クック諸島は一定の主権実態として日本との交流を持っており、1987年にはトム・デービスが、1988年にはププケロバティが、 1989年、1997年、1998年には、ジョフリー・ヘンリーが、2000年には、テレパイマ・マオアテが、2003年には、ロバート・ウーントンが、2006年及び2009年には、ジム・マルライが、クック諸島首相として、太平洋、島サミットなどのために訪日していた。二千十一年六月、クック諸島首相のヘンリー・プナは、国家承認そして、 外交関係樹立以後初めて訪日を実施し、内閣総理大臣の菅トと首脳会談を実施。3ヶ月前に発生した東日本大震災への調意を、クック諸島側は日本に伝えたほか、気候変動や太陽光エネルギーについての意見交換がなされた。その後、ヘンリー・プナは太平洋、島サミットのために何度か訪日を実施し、それに際して、 日本要人との会談を実施。特に2015年の訪日では、安倍晋三と首脳会談を実施。2018年の訪日では、安倍晋三との首脳会談を予備校の太郎との外相会談を実施して、自由で開かれたインド太平洋構想についてが話し合われた。外交関係成立からおよそ1年の2012年8月には、外務大臣政務官の中野譲が、 クック諸島を訪問し、第6回太平洋、島サミットのフォローアップ及び同国が関心を寄せる、気候変動や、持続可能な開発について、意見交換が実施された。2015年8月には、クック諸島の自治50周年記念式典出席のため、総理特使として、衆議院議員の桜田義孝が派遣され、同式典に参加していたニューエ首相の溶けた乱議及び、 クック諸島首相ヘンリー・プナノと会談を実施した。2018年8月には外務大臣政務官のホリー・イワオが第53回クック諸島憲法記念日式典への出席や消防者給与式出席のためにオセアニア歴法先の一国にクック諸島を選んだ。2019年日本の対クック諸島貿易は輸出額2.6億円。 輸入額12.1となっており、日本がクック諸島から輸入している品としては、マグロやカツオといった水産品のほか、特産品であるのにジュースなどが挙げられる。日本はニュージーランドやオーストラリアなどと並ぶクック諸島の主要な援助国であり、資源に乏しくかつ災害に脆弱な島国であるという背景から支援内容は、 防災やエネルギー、水産面は多い。近年の主要支援は、マウケ等の生活用水、農業用水及び火災時のための消火用水確保のためのマウケ島貯水タンク整備計画や、児童の教育環境向上を図るアピーテ浮王小学校、多目的教室建設計画などが挙げられる。クック諸島は、恵まれた気候から、リゾート地としての潜在性が高く、今後は、 観光需要の増加が見込まれている。そのことから2014年にはクック諸島観光局が初の日本事務所を開設した。ありがとうございます。